まあジャスの走力上がったし、シャルル氏の補給力も上がってるから、でも伸び幅少ないな。やっぱ勝たないとダメなのか。1とかあとしょっぱいな多分。雷神のスカウト評価がかなり上がった。節穴か？何も学んでないぞあいつは。効果もちょっぴり高くなります。了解。スゴロク的に多分1って大切なんだよな。なんかさっきも調整で1作ったし使ったし、座禅軍者を5と1を残す采配。今日は練習の前に試験があります。さあ鬼んぽ頑張れ。おかしいこの世界線おかしい。シタンミの試験の成績がいいことなんて一回もないんだから、ありえないことが起きてる。やっぱりゲームだこれ。ちょっとね今スポーツしすぎて没頭してなんかゲームの中に入り込んでたけど、やっぱ違うみたい。うん、まあ別に考える必要ないもんな。とりあえず回していこう。どんどんいくぞ。来月25日から5日間にわたり合宿を行う。合宿は必要よ。いや、やるに決まってんじゃん。アヒルの空でもやってたからね。アヒルの空しかも2回やってたからね。監督を知るスタンミの監督を知る視聴者そりゃそうだ。逆によく評価がついてるわ。早い早いよー。そんなの無理に決まってるじゃない。やだよ。あ、雷神の、あ、素晴らしい。雷神の球速とスタミナ上がるの本当に素晴らしい。いいねいいね。スタミナのミートもいいね。ジャスの走力もいい。1年の伸び幅が素晴らしいな。ちゃんと野球してるね。よし行こうか。なんか総合練習ってもったいなそうだけど、いやでもダッシュの方が俺的には嬉しいから総合。よし行こう。元気が出ちゃうぜ。ありがとう。マネージャーから愛をこもったお守りが選手たちに手渡された。おれー、気が利くじゃないの。甲子園大会に向け全国各地で熱戦が繰り広げられている。はい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 。渋子もそこに参戦だ。伊沢って誰だ。使わなすぎて分かんねえや。伊沢誰だマジで。雷神の補給が1上がった。まあでもピッチャー返しって結構あるから。スタンミのミートが調子いい。ハラハラする。いやーちょっと待ってね。1年のこと考えると大切すぎるんだよな。1人目はジャス、2人目はスタンビ。これ投票出すわ。これツイッチの投票出す。投票出すまでもねえじゃねえか。ふざけんなよ。全員ジャスじゃねえか。ふざけんな。ジャスだ。じゃあピッチャーの調子がいいのって素晴らしいよね。でスタンビしっかり仕上げてます。こういう時一球に喜び、一球に悔しさをにじませる、そんな夏のドラマが幕を開けます。たぎるねえ。実況たぎるじゃねえかよ。え、1回からんの。了解。オッケー。注目選手ジャス、若干調子は悪いけど、まあミート多用で究極の思考、研ぎ澄まされた思考でプレイします。まあここで使うのは間違いなくもったいない。でお任せが一番高いからお任せ。了解。第2球投げました。空振り。待てよ待てよ、もうツーストライクぞ。投球は3球。怖っ。よく打った。そのコースはアウトです。分かってるよ。一回一回喜んでたら体力持たねえってスタンビー。集中集中。渋谷リードで迎え、棒に当たっただけ喜んじゃうから。最初のバッターボックスはショートライナーに倒れています。ジャスってミート、そもそもさ、あ、ミートはそこそこあるのか。そこそこあるでいいなの。どんだけレベルの低い野球をしてんだよ。あ、でもこれしかない選択肢は。やれ
いや当てるんだようちのジャスは。だから好きなんだ。いやちょっとカーブ玉に当てるような技術はお前にはまだない。ストレート待たないと。いや俺このチャンスものにしたいけどな、渋ってる暇じゃないと思うんだけど。でも雷神は下げたくないので、あそこそここいつ打つ能力あったから、もうここで究極の思考使っちゃって、言うて言う 4回表で時期に変わるから究極の思考使います。で2アウトだから転がすはダメだ。センター返し、どうしたどうした、おどうしたどうしたどうした、待って待って待って、なんでこれどうしたの、これどうしたの、残塁に終わりました。4回の表が終わって1対0、壊れたんだけど。流し打ち、なんかお任せの方があるね。初球打った、これどういうこと、ボールを取る、アウト、スリーアウトチェンジ。5回の表が終わって1対0渋谷、この回の攻撃は0で終わっています。プレイ中に L で遅くなる、プレイが始まってから L 押せばいい。 OKOKOK、 指示の後に L 押したらいいのね。おい、入ってんじゃねえかよ。息あずぞ。L 押してるよ、 L 押してるぞ。第2球。来た来た来た。ああ、はいはいはい。いいよいいよ、外してこ。で、ストライク行こうか。第3球はもう。なんでだよ、なんでだよ、なんでだよ。もうあれじゃん、これしかないじゃん、もうこれしかないじゃん。投げた、外れた、ライサマ。いやでもこれは俺が悪い、ライサマごめん、これ俺が悪いわ、俺が悪い、サードゴロ、これ俺が悪い、これちょっと2球外してるのよくないな。1回ってから臭いところをやると落ちてるよ、ライジン今日も。まあ抜けたんだけどね。大丈夫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 、ホームはないねえ、もう難しいよこのゲーム。せっかく俺が見てたところでチームが1点入れてんのに、ライジン答えようぜ。落ちろ、ストレートなんて投げるな、通用しないんだからお前のストレートは。落とせ落とせ、落としてくれ。待って、ストレート待ってちょっと待って、内角中心の時だったらストレート投げる、臭いとこの方がいい。あ、 R で、あ、変化球中心があるんだ。いや、これもう1点取られたら終わりなんです。1点取られたら、そうだね、分かる分かる。あれ、まあ、俺コメント見てないから今の。俺が野球を理解してるってのは伝わったとは思うわ。さあ、ここは落とせ、ギュパン。今なんかバウンドしてなかったか、そんなに落ちてる高校生、キュッパン。うわすげえ、ライジン落ちすぎてる、今日のお前はちょっとキレすぎてる。守備位置お任せしか、え、これどういうこと、あ、そうか、ちょっと今の話え、別にゲッツーシフトを探してたとかはないから、別にないよ。ちょっと待ってね、長打警戒するわ。でコースを任せ、ここは長打に警戒します。ねえ、これ取ってると思う、多分ね、采配が、これが監督なんだよ、そこに置いてるから選手を。後続はきっちり抑えます、見てんだから。お前今回ちょっと良くないよマジで、お前注目選手より何も切れてない。ここでちょっと一発行こうか。さあ、思考を研ぎ澄ませていきます。しっかり当ててこう、やっぱ調子ってすごい影響するんだな。センター返し、お前将来の一郎よ、器用に行こうよ。これで2アウト、ランナーは2塁かありません。さあ、持ち前のファイトが前面に出てきました。これで流し打ち多分ね。うわー、ちょっと詰まってない、それ詰まってるよな、詰まってるよな。でも結構パワー D とかで届きそうだね。同点で迎える8回です。ノーアウトランナー1塁という場面で
大臣、まずね、まずお前は変化球中心、それだけは絶対。何、伝令って何？あ、なんかある。伝令を行います。あと3回伝令にスタンミジャパンがいないとは意味が分からなくない？まあ投手能力をものすごく上げます。いいよね。渋谷、ここで伝令を送りました。監督からのメッセージがナインに伝わります。 OK で変化球中心で、ここはちょっとお任せでいこう。 OK 曲げていこう。今日も曲げていこうよ。ライジン、まさかゲッツ。遅い、飛んでない。今のゲッツだったろうが。今誰だ投げたな。何しばっかんの。これもうさ、調子悪いからゲッツ狙っちゃおうぜ。で外角中心、バカタレ、なんでストレート投げた？変化球中心になってるね。まあさすがにストレート投げんと。もうストレート投げすぎじゃない？ 126 キロなんだから。お前通用しないんだから。待ってなってるよ、ちゃんと変化球中心だよね。ちゃんと投げろよ。ストレートに行き過ぎてるか。いや詰まってる、ナイス。本当に腹立たしい。そうね、でも俺の采配ミスでもなんか一球外すの忘れて、そういえば熱くなりすぎたな。熱くなんだ。投球これから2球目でストライクを狙っていく。そうだろ、俺たちの野球はそうじゃん、一球外すんじゃん。で、あのね、ポイントが高いとはいえ、あ、低め中心、こんなんだ。へえ。投げました。いやストレートはダメなんだって。やれ、ナイス、ストレートだと思って。ランナーは一塁二塁変わりません。まずは一球外す。投げました。よし、まずは外角高め。第2球投げた。いやー、ライ様、ちょっと待ってね、1年でそのナックル力頼れちゃうな、マジで。持ってる変化球が強すぎる。3年までこき使ってやるからな。9回表だな、もうやばいね、本当に早いね。まあ、とりあえず別に積極にする必要ってないのかな。変な球も振っちゃうってことだもんね。野球詳しい人、センター返しと流し打ちってどっちがいいの？なんか流し打ちの方がさ難しいイメージだから、センターでいいのこれって。基本センター返し好み。あ、ランナーの位置で決める。なるほど、距離が遠くなるからか。はいはいはい。じゃあ間違えた。ちょっと待って、センター返しにしようと思ったのに。待って打つな。打たないで。ちょっと待って、危ない。投げた、外れた。いやいや、見えてるね、目持ってるね。お前野球の目持ってるね。北川、待って、ちょっと待って、バカー！ボールを掴んだ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。分かった。今ので待つんだろ。分かるよ、そんぐらい分かるんだよ。そんぐらい分かるよ。だ、今ので、いやマジで今コンマの世界マジで気づくのが一瞬早かったら、シャロル氏一発打ってんだね。やるね。で今回お任せで行ってみようかな。でセンター返し。第9投げた、決まった、ストライク。うん。第2球投げた、ボール。うん。もう一回ボール打ってくんない？さっきのさ、ちょっとおさらいがしたい。投げました。3球目から。ああ、まあ、このまま見よう。シャルルシを信じよう。調子がいいんだ。次は4球目。
投げました。直球。苦しい苦しい苦しい。塁に出ねえ誰も。俺が何もしてない時の方が前線してる。さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。じゃ身長見てみるか。でお任せ。第9投げました。サミ今回。第2球投げました。うわ打ちました。痛烈入れば勝ち越し。スタミジャパンはやっぱ持ってんだよ。公式戦に調子を整えてホームランを打つの。近いよ。大事。答えようなスタミジャパンに。待ってめっちゃまさか公式戦一戦目勝てんのかこの弱小で。ちょっと慎重に逃がして。ルイに誰も出てないノーアウト。あ、伝令。オッケー、サンキュー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 、ありがとう。まずは褒め殺すやん。まずは褒め殺す。褒め殺すって聞かんぞ。でね、ここまででスタミナが下がってるはずなんだよ。だからスタミナを上げる。これ最適解ね。これ最適解。パワープロの最適解。マウンドに選手が集まっています。これで完璧な状態だと思うの。待てよ。まずストライク一回打っちゃおう。長打に警戒した守備位置に変更です。曲がるからね。いやコントロールがここで効いてくる。待ってね、一回は、いやでもそうするとコントロールない状態で2回外すと良くないのか。行こうぜライジン、ここで勝てないとお前は一生勝て。そこで曲げんのがライジンなんだ。全部そんぐらい曲げちゃって。お前のナックルなら甲子園に行けっから。もう一発追い込んで第4球を投げました。ナイジン頼む。噛みました。これでよしで調子悪いし今回何もしてないからこいつお任せでいいでしょ。で1球外そうか。忍者何どういうこと。忍者今なんでそんな話出てくるの。そんな話出ません。初球外し意味ない。なんで初球外し意味ないの。流し打ち。サードのエラーが記録されます。バッターはピッチャー。おい誰だよあの三塁の細め。ゲッツーシフトってなんかさ、だって狙える時ってずっと狙った方がいいの。でもさ打ててないよね。通してえちょっと待って、ゲッツーじゃない、間違いなくゲッツーだよね。打ててないっていうかこれ投手やん。さあここはゲッツー体勢を取ります。投げた、直球決まった。悪くないよ悪くないよ。あーいやでも今の低めに入ってんだよな。今の低めに入ってるから低めでもう一回やる必要ない。逆に高めにいってほしい。投げた、待ってる。嘘でしょ嘘でしょ、頼む絶対取れ。ダイレクトフェンスに当たった。走んなよ走んなよ。ランナー二塁でストップ。藤枝ツーベースヒットを放ちました。俺見上げた時マジでヒヤッとした。俺見上げた時本当にヒヤッとしたんだけど。アップレー。こいつそんなに飛んでねえな。こいつそんなに飛んでない。守備お任せの、で飛んでないから低め中心でいいんじゃない。球重くなるんだよね。いっちゃおう。いいストレート。125キロでもコースが良ければ振るから。次曲げちゃおうね。分かってる大事。で待て一回外す。振っちゃってもいいよさすがに。フランカー臭いところに打ってコントロールが悪いからボールに行って読み。ちょっと訳分かんないけど、いや雷神ならコントロールがなくてボールに投げるんだよ。でそれを振ってボテボテの当たりになる。投げた、
シャー、いやとんでもねえの来たな。ちょっと待って、調子バカいし今回2回打ってるし打率が667のバケモン。心理戦だな。うん、俺はこういう時にお任せで、いやある意味雷神を、ちょっと待って、みんな見たくない？雷神がどういう選手なのか、今1年3年まで雷神を見ることになるんです。今後どういう投手になっていくのか見たくないですか？行こうよ、俺はコントローラー置くよ、俺はコントローラー置きます。バカ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 、雷神さん、雷神さん、雷神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 、渋谷初戦で敗れてしまいました。橋田サヨナラタイムリーで見事勝利に貢献しました。残念ながら1回戦で敗れました。